少女像、和田英作筆、大正2年から1986年9月30日は、日本の小説家である。本名は黒田亀よ。夫の横山樹徳は、出版社金の角の社社長。広島県尾道市、久保二次工事に生まれる。1908年、尾道女子高等小学校を卒業。その2年後文学を志して上京。1917年に、 横山久さしと結婚。1934年、小説、緑の地平線が、朝日新聞の検証小説に当選。翌1935年にはこのデビュー作は、日活より、緑の地平線の題で映画化される。同年には、文芸作家協会会員になる。少女小説を多く手掛ける一方、少年クラブ、キングでは、横山道を、 黒田道夫のペンネームで作品を発表。良い子強い子の一編、雲とチューリップは、戦時中に制作された古典的な国産アニメ、雲とチューリップの原作。小説の傍ら、伸びゆく子供、こう叱る、こう褒める、現実の子供など、教育関係の本を書いている。1955年頃には、作家活動を終えている。長女、山明ゆり子は、英文学者。 実践女子大学名誉教授。三女横山春日はバレリーナ。誕生日は、本人がぼかしているためか資料によって異なる。尾崎秀樹、夢を紡ぐ、大衆児童文化のパイオニア ISBN48 億9528万101、少女文学について、ISBN48 億4330万7351の解説による、 長谷川しぐれ人と生涯、大谷総一、大谷総一全集第12巻、ありがとうございます。